専門学校令は近代日本において中等教育修了者を対象に高等専門、教育を実施した専門学校を規定していた直令。現在の専門学校を定める学校教育法第124条とは全く関係ない。1903年3月27日に直令61号として発令された。専門学校令の発令当時、日本において 高等教育のうち高等専門教育を実施する教育機関に関しては統一された法制度が制定されておらず、文部省は旧制専門学校の設立が申請されるたびに個別に認可の可否を決定する状況であった。しかし旧制中学校が法的に整備され、高等専門教育を望む者が増加すると、私立学校を中心に専門学校の設立申請が相次いだ。 そこで統一した基準を定める必要が生じ、専門学校令の制定に至ったのである。専門学校令は、第一条において、高等の学術技芸を教授する、学校派専門学校とすと、専門学校の大枠を定め、続いて、専門学校派特別の規定ある場合を、直の外本令の規定にいる弊と、専門学校に関してはべてこの直例で管理する、 ことを宣言している。第5条では、入学資格のある者を、中学校、弱派修行年限4か年以上の高等女学校を卒業、下る者また派の都道等の学力を有する者と兼、セラレタル者として、旧制中学校及び高等女学校の卒業生を対象としている。また、講談は、専門学校入学者検定を指している。 第6条で、専門学校の修行年限は3か年以上とされた。また、専門学校には、予科、研究科、別科を設置することが認められていた。専門学校令によって設立された、専門学校は、宗教系学校、女子専門学校、医学専門学校、歯科医学専門学校、薬学専門学校、外国語学校など多岐にわたり、 多様な高等専門教育を実施した。また、これらの専門学校の中からは、後に制定された大学令により、旧正大学に昇格するものも現れた。専門学校令が定められると同時に、実業学校令が改正された。これは、実業学校のうち高等教育を実施する、教育機関を実業専門学校とし、本来は中等教育を実施する。 はずの実業学校から高等教育に類する学校を分離して別の教育機関として位置づけるためであった具体的には高等商業学校高等工業学校高等農林学校などが実業専門学校に分類された教育機関であるここで規定された実業専門学校は実業学校令ではなく専門学校令に基づく 専門学校の別類型として扱われた。第二次世界大戦中の1943年2月16日、専門学校令の改正及び実業学校令の廃止により、専門学校と実業専門学校の区別は廃止され、同じ専門学校として扱われることとなった。翌1944年には、各種の専門学校は、経済専門学校。 工業専門学校、農林専門学校、外事専門学校などと解消した。管理学校については、各学校種別の共通規定が制定された。戦後の1946年には、管理専門学校管制が制定されている。その後、学校教育法制定により1947年4月1日から廃止された。ありがとうございます。